さんこんばんは、チャックバスです。本日は、自由の女神、スタチューリバティですね、それの紹介していきたいと思います。場所はですね、1番線サウスヘリー駅からもう目の前のバッテリーパークから、フェリーに乗って、スタテン島に向かいたいと思います。ちょうど駅を降りて目の前がもう公園ですので、まっすぐ分かると思います。でですね、当日はですね、私は、ホテルの近くの撮影等々もしておりまして、到着が10時から11時ぐらいの間になったんですね。いやちょっと混み合うかなってちょっと思っていたんですけども、案の定とてつもない混み合いを見せましたので、行かれる方は本当に、朝一ですね、開店と同時ぐらいに行った方が、並び等々はないのでね、おすすめです。でリスがいますね。ニューヨークはリスすごい公園等々にいるんで、餌はくれるのを知っておりますので、人がいると近づいてきますので、とっても可愛いです。どうでしょう、このチケットって書いてあるところが並びなんですけども、この右側の柵の中ですね、これが、シティパスおよび、チケット当日券を購入する方の並びとなっております。すごいですよね。私もちょっと混み合うかなと思ってましたけど、ここまで混んでるとは思わなかったですね。やはりフェリーに乗るっていうのもあって、皆さん午前中に、自由の女神に来る方とても多いみたいなので、帰りはここまで並んでなかったんですけども、やっぱり朝の時間帯はすごい混んでおりましたね。この柵の一番最後に並んでチケット交換となりました。結局この後中に入る映像に切り替わるんですけども、ここまで来るのに30分以上並びましたかね。まあ、シティパスに交換するためのブースはどこでもやってくれるということなので、どの列に並んでいただいても大丈夫なんですけども、まあ、とりあえずすごい並ぶっていうことだけね、覚えておいてください。でその後並んだ後はまたさらに、向かい側の列に並んでセキュリティチェックですね。ここでもまた30分ぐらいかかりました。そしてやっと登場となりました。ここからはその間の音を入れさせていただいております。でですね、せっかく行かれるのであれば、フェリーの、向かって右奥の場所に、座っていただけると、このフェリーが、自由の女神を1回通り越して船着き場に着くんですけども、ちょうど、自由の女神を目の前で見れるっていう位置に陣取れるっていうことですので、一つ覚えておいてください。右前の方に座っているといいと思います。でですね、私がいるのは、屋上のデッキではなくて1階デッキの、外の場所なんですけども、まあここでもいいですし、屋上のデッキの右奥でもいいと思います。まあこれもですね、せっかくニューヨークに来て、自由の女神見られるんであれば、皆さん写真撮りたいと思いますのでね、目の前で大きく見れるのはフェリーの上ではやはりこの位置に撮っとかないと撮れないと思いますので、ぜひ覚えておいてください。どうですか、マンハッタン島からまた船で外れてこうやって見ると本当に綺麗ですよね。ちょうど今映っているのはニュージャージーの方面だと思います。フェリーの時間にするとちょうど10分15分で現地、スタテン島まで着く計算ですね。でこの船にはですね、売店もついておりますし、お手洗いもありますので、まあ、そこら辺はね、安心して乗っていただけたらなと思います。まあ、売店がありますので、コーヒー、飲み物、あと軽食なども販売しておりますので、まあ、ちょっと高いですけどもね、よかったら利用してみてください。もうそろそろ自由の女神が映ってくると思います。
国の地でこうやってフェリーに乗るっていうのもまたいいですよね。この自由の女神にはこのフェリーに乗らないと絶対行けませんからね。どうでしょうか。そろそろ自由の女神が見えてまいりました。ちょうど右前の位置に、スタンバっておくとこういう感じですね。自由の女神が見ることができます。せっかく行くんであればこのポジションぜひ覚えておいてください。この日は本当に天気が良かったんですけども、冬場に行く方は本当に遅いといてほしいんですけども、フェリーっていうのは本当に風が強いので、この日もすごい天気いいように見えて暖かいように見えるんですけども、本当にむちゃくちゃ寒かったです。特に、屋外デッキ、これも、まあ、1階なんですけども屋外なので室内ではないので風をもろに受けますん でフェリーの上ってこともあってすごい風なんですね。本当にこの周りの方が叫んでますけども、本当に皆さん寒い寒いって言ってましたんで、まあ、あの外のデッキに出る方は本当に防寒対策バッチリで行かれることをお勧めします。本当に寒いんでね、私もダウン2枚着て撮影しておりました。まあ、あんまり風の感じがね、これは GoPro で撮影させていただいてるんですけども、 GoPro にスタビライザーをつけてますんであんまり揺れとかが入ってないんで風が強いのがあんまり分かんないと思うんですけども、本当に風は強かったです。どうですか、フェリーから見る自由の女神もまた悪くないですよね。本当に綺麗です。そんな困難をしている間にスタテン島に到着です。やっと前やってまいりました、スタテン島でございます。ちょうどスタテン島時代はちょうど自由の女神を中心にして一周できるっていう感じになっております。で、クラウンチケットっていうのがあるんですけども、自由の女神の台座の中ですね、頭のクラウンの中を観光できるチケットなんですけども、そちらは本当に土日だと 2,3 ヶ月前から予約が埋まるっていう話も聞いたことがありますので、もし土日でこの自由の女神観光されたくてクラウンチケット、クラウンの中まで観光したいっていう方は、本当にニューヨークの旅行が決まったらすぐにでも、ね、予約することをお勧めします。で、その台座、下の台座の中はですね、入れるんですけども、そこもミュージアムみたいになっておりまして、オーディオツアー等々もありますので、よかったら利用してみてはいかがでしょうか。まあ、私自身としては本当にそのクラウンチケット、台座の中ではなく、頭の王冠の部分ですね、観光できるんですけども、そこが本当に良かったですね。ちょうど王冠の間からも、外の映像とか、そこで記念写真等々が撮れたりします。しかしですね、その通路は本当に狭いので、そして上りのずっと階段ですので、体力に自信がある方はぜひ見られるといいと思います。そろそろフェリーが到着して島に降り立ちますね。で、ここで船内ですね。ちょうど私が撮影したのはその奥の外側の席になっております。まあ、中はこんな感じで座るスペースもたくさんあります。どうですか、こんな感じで自由の女神が目の前にバンって見れます。ここまで来なきゃやっぱり見れないですからね、ぜひお勧めします。先ほど言いましたクラウンチケットなんですけども、島に降り立ってからこのスターチューエントランスという右側のところで入場となりますので、そちらも一つ覚えておいてください。で、ここからちょっと早回しでバーッと行きますけども、自由の女神
の観光自体にエリス島っていう移民の博物館の観光も一緒についております。それは普通に自由の女神のチケットを買ったら自由、なんですか、一緒についてくるチケットなので、まあ、よかったらですね、オーディオツアー等々もありますので、よかったら訪れてみてください。そこも年間600万人とか来るような観光施設ですので、まあ、観光スポットっていうよりかは、本当に歴史、ニューヨークの歴史に関わる話ですね。ニューヨークは移民の街ですので、それに、の始めがどんな感じだったかっていうのですねが博物館になっております。とうとう到着して外に出ます。ちょうどエリス島に到着しまして、こちらが入り口となっております。エリス島もですね、本当に観光しようと思うと1時間2時間とかかかるような施設ですので、そこは臨機応変にしていただけたらなと思います。それではマンハッタン島に戻りたいと思います。こちらは、フェリーの展望デッキから撮影させていただいておりますけども、今奥に見えているのが、自由の女神ですね。ここから今ちょうど振り返るとですね、ニューヨークのマンハッタンがパロナマで見れます。私がですね、このスタチューリバティ、自由の女神の観光で見ていただきたいのはこの景色でもあります。本当に綺麗ですので、ぜひ見ていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は自由の女神スタチューリバティを紹介させていただきました。まあ、公式の、チケット購入等々は、概要欄に貼っておきますので、そちらも参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。